はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川です人民元のテクニカル分析を3分で解説します9月21日までの週間見通しとなりますまずは結論からはい週足ボニンジャーバンド一問均衡票上昇トレンド進行中ストーキャスティックス買いシグナルが点灯ということではい週足ベース堅調な推移を予想しております冷やしですボニンジャーバンド一問均衡票上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということではい冷やしベースは短期の調整売りには警戒しつつも底堅い動きと見ております それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線、21周移動平均線上昇しております。ローソク足と言いますと。プラス2シグマラインとシグマラインの間を推移しながら、上昇ということで。週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、週足ストキャスティックス買いシグナルが点灯しております。はい、週足一目均衡表です。形状から言いますと、上昇トレンドの形状です。 はい、こちら冷やしのボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21日移動平均線緩やかな上昇傾向を示しておりまして、ローソク足だと言いますと、プラス2プラスシグマライン上抜けトライ中ということで、冷やしのボリンジャーバンドも上昇トレンド進行中です。はい、そんな中、冷やしのストーキャスティックス売りシグナルが点灯しております。はい、こちら冷やしの一目金衡表です。上からローソク足転換線基準線雲の順番、典型的な上昇トレンドのパターンということです。 はい、それでは9月21日までのサポ,サポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、週足ボリンジャーバンドプラスシグマラインレベル20.38レベル20.38レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。はい、週足ボリンジャーバンドプラスツーシグマラインレベル20.87レベル20.87レ, 20. レベルと考えております。 はい9月21日までの予想レンジ20.38レベルから20.87レベルということです。はいポイント上昇トレンド進行中買いバイヤー強しということで。 はい週足日足のボリンジャーバンド一目金五表上昇トレンド進行中です。さらに週足のストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということです。はいただですね日足のストキャスティックスにつきましては現在売りシグナルが点灯しております。はいそういうことで9月21日までの人民元の見通しなんですけども、まあ短期の調整売りには警戒しつつもまあ堅調な推移が予想されるということです。本日は以上となります。